皆さんこんにちは、アンチョビです。はい、今日もね、編みながらおしゃべりさせていただこうかなと思います。今日もよろしくお願いします。で、早速ね、前回ご紹介させていただいたこのハニカムブリオッシュの短いショートレッグウォーマーみたいな名前でいいのかなを続きに編もうかと思います。いやー、それにしても毎日毎日暑いですが皆様大丈夫ですか、体調ね。なんかコロナにかかってしまったとかいう方もね、まだいらっしゃるので、皆様ね、健康にお気をつけてお過ごしくださいね。はい、あ、そう、それで全然違う話なんですけど、仙台のお話とお土産ね、見てくださった方ありがとうございますいや、なんかお土産ね、もうちょっとちゃんとご紹介できたらよかったし仙台のねお話もちゃんとできたらよかったんですけど、もうなんか行くだけ行ってお土産をたくさん自分の中でたくさんお土産買ったという、なんともね、ちょっと自分らしいプチ旅行になったかなと思います。うん、いや、皆様見てくださってありがとうございました、動画の方。はい、で、2つ前のね動画で仙台で買ったコーヒーのね、ドリップ式のコーヒーをご紹介させてもらったんですけれども、あれね、あの動画から何日経ったか分かんないんだけど、仙台から帰ってきたのが12日でしょ。で、今日何日だっけ、今日17日か、8月の17日で、昨日ね、彼氏さんにコーヒー入れようかって聞いたら、飲むって言うから、どれがいいって聞きながら、コーヒーがね置いてある場所を見てたんですよ。で、あれ、あのコーヒー、買ってきたコーヒーないなって思って聞いたらねもう飲み切ったよって早ーと思って、そんなに美味しかったのかと思って。で、なんかそのコーヒーね、美味しいって言って飲んでるのは聞いてたんだけど、まさかね、もうないとは思ってなかったからびっくりしちゃいましたすごく気に入ってくれたようでよかったですね。だってお土産、13日に届いたので、コーヒーがね。で、その日は夜に一杯飲んでたのは知ってたんですけど、昨日の時点でないってことは15日、昨日16でしょ、で15日ってことは12、13、14、3日4日で飲んだってことですよね。早いなぁそんなに美味しかったのか、よかったなんかね、すっきりした感じで飲みやすいってすごく言ってて、いや、ほんとよかった、喜んでくれてお土産の方もね、一緒に食べてるんですけれども、それもね、美味しいって言ってすごい気に入って食べてくれてますねいや、よかった。私はね、モケケのずんだバージョンをね、リュックにつけてもう一緒に生活してます。もともとね、モケケのカエル柄のやつをリュックにつけていたんですけど、それも緑色が入ってるので、ずんだもね、
一緒にリュックにつけて2匹そうだからね、2匹ねモキキがリュックについてるの今もう見るたびに可愛いなと見ながら癒されてます。ハニカムブリオッシュの編み方、最初慣れるかなって心配だったんですけど、あのもうね1枚目のこれ編む途中からは、あそっかこんな感じかと思って慣れてきたは良かったんですけど、あのねこの2枚目を編んでる時に目を落としてしまって、であーやっちゃったと思って、でこれのね目の拾い方が分からなくてですね、その箇所だけがねあの普通なんかちょっとこれね、あ、見えるかな？ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。な、2箇所ぐらい目落としちゃったんだっけな。ここと、あ、ここだけかな？わかるかな？ここ。ここね。ここ。ここだけなんか変でしょ？ここね、目落としちゃったんですよ。で、なんとか同じようになんないかなって試みたけど、全然どういう仕組みでこうなるかがわかんないから諦めた。すぐ諦めました。ねえ、もう。まあまあ、でもね、自分用だからね、全然いいんだ。で、最初、この色合いで、ハニカムブリオッシュ派手かなって、派手だけで終わっちゃうかなって思ったんですけど、意外にも自分好みのあの感じになって、まあまだね夏だからこれの活躍はまだ先になるけれども、早くね、はい、身につけてお出かけしたいですね。これもきっと足元あったかいんだろうな。肌触りもね、靴下同じ毛糸で編んで気持ちがいいっていうのは分かったので、チクチクせずいいんじゃないかなって思います。思ったけど、このレッグウォーマーに手編みの靴下履いてったら隙間から見えた靴下派手だよね、一緒になったらね種類によるけど。いや、それにしても可愛いなこの柄ね。ちょっとね、進みが遅い編み方ではあるんですけど、気に入っちゃいましたね、やっぱり。前にもね編んだことはあったんですけど、それからしばらくは間が空いちゃって、どんなだったかなって思いながらやってみたけど、やっぱり可愛い。うん、もうこの夏はね、あのあれかな、ラムネ、ノロケイトのラムネで編んでるこれのね、今着てるこれと色違いのやつを編んだら、もう夏物は編まないかな。ショールはね抜きとして、うん、そんな気がします。そろそろ秋冬物も編みたくなってきちゃっているので、と言ってもね、編みかけがあるので、まずそっちからやらないとね。うん。あの編みかけどうなってんのとか思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、のんびり、うん、編み進めようかなって思ってます。ちなみに、今日飲んでるのは、仙台の
ペチカドさんで買ってきた、シークワーサーのお茶のやつです。私これ飲み心地好きですね。飲み心地というか香り、うん、レッグウォーマーもう一枚なんか思うかな、短いこれぐらいのやつ。なんかね、単色の糸というか、伸びただっけなんかそういう毛糸がすごく最近気になっていて、で、あれもね、いろんな種類があると思うんですけど、いくつか種類買ってみて、肌触りとか自分に合いそうなものがあったら別の色も買いたいなって思っていて、まだね、注文確定させてないんですけど、これでいいかなっていうかここ2、3日ちょっとね悩みながら糸を選んでおります。で、他にも毛糸以外にも輪針で気になる輪針があったんですけど、この今使っているニットプロのシンフォニーウッドの編み心地が今のところしっくりきてるから、別の輪針に手出すのは一旦やめようかなと思って、うん、やっぱり針もさ沼っちゃうじゃんそう、沼っちゃったらさ、いろんなの欲しくなっちゃうじゃん。そう、なんか四角い輪針もねすごく気になっているんだけれども、ちょっとねなんか大抵四角のやつを見ると木製じゃなかったりするので、私手汗でねちょっと金属系のものちょっと臭いなってその手汗のせいでなっちゃったことが前にあったから、ちょっとトラウマになってるんだよねうん、だからちょっと他のね輪針もすごく気になるけども、今は我慢しようかなってなってます。新しい輪針いろいろ出てますけど、セットとかね、うん、寺井さんだとあれだよね、ユニコーンみたいなやつが確かセットで販売し始めたよね。確かすごく可愛らしいケースで、あれも気になったけど、いや今の私には早い、うん、と思ってそうそうそう、まあ、そんな感じでね、針は一旦置いておこうと思いますひとまずはいろんな毛糸をね触れようかなって感じです。もう今までねオパールとかをよくね触れてきたので、まあその度やっぱりこれオパール好きだなってなるんですけど、今まで手を出してこなかった糸にも挑戦したいですね。まあ年末にはね福袋とかもあるかと思うので、新しい毛糸もね秋冬これからどんどん出始めるので、よいしょひとまずはいっぱい、うん、目いっぱい買うんじゃなくって、試し編み用に複数だけみたいな感じで買おうかなって、買うならね、うん、思ってます。夏糸もね買い足そうかなって思っていたんだけれども、ちょっとねもうさすちょっとコットン系というか、あ待ってこれ、あ違うとこあんじゃった、ちょっと待ってあー
多分大丈夫これで危ない危ない。そう、結構コットン系の、糸も買い足してみようかなって思ったんだけれども、いや、もうウールが触りたいと思ってもうウールが触りたいって、しばらくねウール以外のものを触っていたので、もうちょっと自分の中でウールが恋しくなったんだろうねこれもウールだけど、なんかさ、これのね、これってあのオパールケイトのコットンのやつじゃないですか。もうね、これ編み終えるまでにちょっと辛かったのああもうウール触りたいって、もうこの2足目のもう序盤の方でもうウール触らせてくれってなってそうで、もう我慢に我慢できなくて、これなんだろうもうそんな感じです。はい、皆様あれかな、あ、でも動画を見てると、あの秋冬物のね毛糸100均とかでも出始めたようで、買い始めてる方いらっしゃいますよね。あのね、私未だにダイソーのポストカードに出会えてないという感じでして、それもまだ売ってたらいいなってすごく思ってる。もうないのかしらねあれタイミングが合わなかったんだよねポストカードね、出会えなかった一回も。新しいポストカードをもし出るんであれば出会いたいなあれもなんかいい感じだっていうのをね、どなたかの動画で見てずっと欲しいなって思ってたんですけどまあね、これからね、いろんな店でいろんな秋冬ケイトがね出始めると思うので、それをね楽しみに待っていようかなって思います。あ、そうだ、最近ねずっと模様編みばっかりしてると思うんですけど、靴下ぐらい、靴下とかそういうのだったらいけるかなって思ってて、あの編み込みね、以前猫ちゃんの柄が入った手袋を作ったことがあったんですけど、なんせ初めての編み込みですごく大きくできちゃったんですよね。そう。それからね、編み込みはしてないのかな、確か。そう、だからね、ちょっと今年はね、小物でもいいから、編み込みもちょっとだけね一つでもいいから秋冬物でね挑戦したいなって思ってます。はい、では今日はここで終えようと思います。かわいいでしょやっぱりハニカムブリオッシュかわいいよな。うん、この色にこの柄の組み合わせがとっても好きな感じです。はい、ではそんな感じで今日はここで終えます。ここまで聞いてくださってありがとうございます。またね、次回の動画までお待ちいただけると嬉しいです。はい、ではまたねー。